プジョー2008はフランスの自動車メーカープジョーが製造・販売する小型 SUV である。2012年9月のパリモーターショーにてコンセプトを出展。2013年1月7日に市販型の概要が発表され、3月のジュネーブモーターショーで正式に公開された。2008は3008に続いて、 プジョーで2番目となる SUV であり、208をベースに開発されている。2008はプジョーで初めてヨーロッパ、中華人民共和国、南アメリカの従業員が同時に設計、開発に携わった車種である。生産はフランスのミュルーズ工場にて行われ、ヨーロッパ以外にもトルコ、オーストラリア、南アフリカ共和国、日本、ロシアにも輸出される。 また、中国向けは武漢工場で南米向けはブラジルのポルトレアル工場で生産が行われる予定である。2008の販売は好調で発売2ヶ月でヨーロッパ全体で2万6000台以上を受注した。このため、ユルーズ工場では増産に踏み切ることになった。当初の310台日から10月半ばの時点で615台日に倍増する。 発売開始から1年も経たない2014年2月14日には累計生産台数が10万台に到達した。2014年4月1日には再度の増産が発表された。この時点で累計受注台数は12万台を超えている。日本においても人気で2018年にはプジョー国内販売の約14%を占めている。エンジンの種類はガソリンが 直列3気筒1.2リットルベティ60キロワットと直列4気筒1.6リットルベティ88キロワットの2種類。ディーゼルが直列4気筒1.4リットルハディ50キロワットと直列4気筒1.6リットルイーハディ68キロワット、直列4気筒1.6リットルイーハディ84キロワットの3種類である。日本仕様では2016年モデルから ガソリンの直列3気筒直噴ターボエンジに1.2リットル、プユーテック81キロワットを搭載した。トランスミッションは1.6リットル以ハで84キロワットが6速 MT でたは、すべて5速 MT となる。また、1.6リットル以ハで68キロワットには6速 EGC 搭載車もある。日本仕様では2016年モデルから、愛心性6速 AT となった。 駆動方式は FWD のみである。上位グレードには地形や路面状況に応じて最適なトラクションを確保するグリップコントロールシステムが装備されており、センターコンソールのダイヤルを操作することで、雪道、砂地、沼地など5つのモードから選択することができる。安全装備は全車に標準で6エアバッグ、イブド、トラクションコントロールシステム等が装備される。 衝突被害軽減ブレーキは日本仕様では二千十六年モデルから標準装備となった。インテリア装備は人間工学に基づいたアイコックピットと呼ばれるショーケーステアリングの上から覗くように配置されたヘッドアップディスプレイ風メーターパネル等から構成されている。七インチタッチスクリーンも標準で装備されカーナビゲーションのほか、プジョーコネクトアップスが組み込まれていて 天気予報や交通情報などの取得に 3G 接続を利用できる。アプリストアとソーシャルメディア、電子メール、wikipedia といった追加アプリも導入する予定である。機能のアップグレードは USB 端子を介して可能としている。プジョーミラースクリーンは2016年モデルから対応した。2019年6月19日、2代目となる2008を応酬にて発表。 実車は2019年の公州モーターショーにて世界初公開された。2020年1月6日、フランス本国にて発売、PSA グループ共通で使用される CMP をベースに開発された。2019年6月19日、新型2008と同時に発表された。PSA グループの E-CMP をベースに開発された電気自動車で、 最大出力 136hp、最大トルク 26.5kgEM を発揮するモーターを搭載する。バッテリーは蓄電容量が 50kWh で、1回の充電での航続距離は最大 430km。ありがとうございます。